こんにちは、伊藤丈一です。今日はプロンプトエンジニアリングの話をちょっとしたいと思います。皆さん話題になっているので聞いてると思うんですけれども、でそれを教えるために最近見つけた Mr. Reindeer っていう、まあ、プログラムのようなプロンプトをこう例として使ってみたいと思います。で後で詳細のところにリンク貼るので皆さんもこれ見れると思うんですけども、GitHub っていういろんなオープンソースソフトウェアを置くRepo っていうところがあるんですけど、ここにこの Mr. Reindeer っていうプログラムの話があって、でここでそのプログラムを見ることができるんですね。でこれどうするかっていうと、これがいろんなフォーマットあるんですけど、 Markdown っていう一番読みやすいフォーマットで、これをコピーして、そして ChatGPT に、これ GPT-4 使いますけど、ペーストするとプロンプトの形のプログラムが今 GPT に送り込まれてるんですね。でこのプログラムをちょっと見てみると、これ右側にこっち側にDeepLで翻訳したんだけども、結構読みやすいと思うんだけども、これはまあプログラムであって、バージョン番号があって、こういうフィーチャーがあって、そして例えばこう内容がこうだとか、まあ、深さがこういうで、このレベル1とか、僕ちょっと英語の方が楽なんでこっち見るんだけども、皆さん日本語の方で見てもらって、そうするとまあこういうレベルってあるよねとか、こういう学び方ってあるよね。でこれ一個ずつ学び方の説明をこう詳細書いてあるわけですよね。で例えばコミュニケーションスタイルってこういうのあってもいいよねとか、トーンってこうだよねって。でちょっと視点を変えて想像してほしいんだけども、あなたがGPT ですって僕が言うと想像してほしい。でそこで僕が淡々とここで今ゲームやりますと、でそのゲームのルールはこれですって説明してるわけだよね。でそのルールがこういうルールがあって、でプレファレンスって決められるようにしようよとか、例えば言語をどうするかとか、トーンどうするかとか、深さで、そのでフォーマットはこういうフォーマットにしましょうとか、でいろんなこう設定があって、でコンピューター言語を自然言語として GPT は理解してるわけなので、まあ、ちょっとこれコンピューター言語っぽくて、人間にとってはちょっと違和感があるかもしれないけども、よく見れば大体何言いたいか分かるよね。そして例えばそのじゃあこういう企画だとか、で最後このイニシャライゼーションっていうのは、まあ、コンピューター言語的にはイニシャライゼーションっていうのはそこでスタートしましょうと。だからここだとまず挨拶してバージョン番号言ってオーサー言って、そしてこういうふうに出せってこう指示してるわけですよね。そうするとこっちのチャット GPT の方の今見ると、ここで Hello で Greet してバージョン番号が言って、こういうプレファース、ここのイニシャライゼーションって書いてあるところにその通りここ書いてあるわけですよね。だからここで例えば Depth が2にして、 Style が Active で Formal で、例えば Debate で、でこれ本当に人間と喋ってると想像してもらうのが一番分かりやすいね。そして例えばでこれ僕が説明すると GPT はディダクティブっていうのはこういう意味なんだよねっていうふうに今考えていて、で例えばあとUse Emoji、 そして Language Japanese で例えばやると、そして返事が来ると。だから想像してほしいのが、人間がいて人間にこれを言って人間が答えてるのとほぼ同じことを GPT が実はやっているっていうふうに思えばいいんだよね。だからもちろんこうやってコンピューター言語っぽく書けるんだけども、これをそのまんま普通の言語でこれ書いてもこのプログラムは GPT っていうのは理解できるわけだよね。でここ日本語で書いてあるけども、この日本語をコピペして打ち込んでもいいし、このプロンプトを皆さんも変えてもいいわけだから、ここで例えばスタイルにはなんかドラえもんスタイルと入れようと思えばドラえもんスタイルと足せるし、それここで例えば経済学って入れると、ここでこのレッスンが始まるんだけども、でこれプログラムなようなただのゲームのルールのようなものなわけですよね。そうするとここでなんかプログラム知らなきゃ書けないかっていうと、そうでもなくて、 GPT と遊んでるゲームのルールを書いてるだけで、みんながここで勝手にこれいじることができちゃうわけですよね。だからそういう意味で言うと、今よく見てるプロンプトエンジニアリングだとミッドジャーニーでなんか明るいバックグラウンドに綺麗な雪が降ってて家があるっていうのと、でもそれが GPT になるとそれがどうのこうのラーニングスタイルのうんぬんかんぬんっていうのはただ書いてるわけですね。だから今までのコンピューター言語のソフトウェアプログラミングと
普通のゲームとかルールを決める人たちの言語っていうのは衝突して同じになってるんですよ。だからよくノーコードとか言ってるけれども、このプロンプト見ると分かると思うんだけれども、この自然言語とプログラミングっていうのの境目がほぼなくなってきてる。で、きちっとルールを説明できる人間とプログラムかける人間がほぼ同じで、で、結構コンピューター言語っていうのはきちっと物事を表現するために適した自然言語みたいなもんなんで、で、しかもそのこの言語っていうのも、ここはマークアップっていう、このこれマークアップって何かっていうと、このシャープ1っていうのはヘッディングで、シャープ2っていうのはヘッディング2で、シャープ3つっていうのはヘッディング3なので、まあ、これはランク、こうアウトラインを作ってるだけなので、チャット GPT からすると、このアウトライン式なので、フィーチャーは、このいくつかあるかっていうふうにしてるので、だから例えばここで、結局コンピューター言語っていうのは、いろいろこう、情報を整理する仕組みだけなので、このアウトラインを、マークアップを表現できるやつでやると、マークアップっていうのは、このシャープ、がヘディング1、シャープシャープヘディング2とかっていう意味 でこれを表示するとこういうふうになってるだけなの。だからルールを書くためにはこのアウトラインになった方が書きやすいよねと。そうするとこのリーズニングフレームワークスとかトーンっていうのは同じレベルにあるっていうことなので、だから結構このマークアップラングジっていうのは普通にWord とか Google Doc とかをこうテキストで書く表現なので、だから本当にコンピューター言語ではないんだよね。だからこのマークアップを普通に Microsoft Word からコンバートするともうほぼただのアウトラインなんだよね。だからこれがもうプログラムなの。でもこれのプログラムと誰かにルールを説明するのと全く同じじゃない。だからそういう意味で言うとノーコードって言いながらコードみたいなものなので、だからそういう意味で言うとみんながソフトウェアプログラマーになってくる時代になってきたんじゃないかと。ただコンピューター言語よりも GPT っていうのはそのランダムネスだとか曖昧だったりするので、きちっとフォローしなかったりバグったりするのはあるので、コンピューター言語とはそこはちょっと違うと思うんだけども、まあ、こういう形できちっとストラクチャーされたプロンプトっていうのをこれからみんなで書いてみると面白いと思います。まあ、でここでさっきのプログラムに戻ると、このプログラム通り今コースが動いてるんだけども、だけどこれをだけ見ると向こう側にソフトウェアプログラムがあるように思えちゃうんだけども、実は何があるかっていうとただのそのルールのアウトラインがあるっていうことがポイントなんで、まあ、ちょっとこれをヒントでみんなもなんかいろいろ作ってコメントでそのプロジェクトをリンクしてください。だからコンピューターコーディングはだからこれがデイブ・モレンのポストなんだけども、デイブからするともう本当に GPT ができて今まですごくうざかったプログラムがすごく楽しくなるっていうことなので、だからプログラミング言語も理解してるけれども、それがどうやって他のものつながるかっていうようなところが全部GPT もいろんなヒント出してくれるし、だからエラーも出るしパーフェクトじゃないんだけれども、今までと違っていろいろ見つけてきてくれるっていうところがすごく重要な特徴だし、プログラム言語っていうのもなんか自分が知ってるものしか学べないので、でも彼が言ってるように知らないライブラリを紹介してくるとか知らない言語を紹介してくれるから、この言語からこの言語にコンバートするとか、そういう今僕もなんかもこうやって簡単に英語と日本語の間行ったり来たりできるのと、コンピューター言語も行ったり来たりできるっていうようないろんなツールができてくるので、だからそういう意味ではすごく面白い、だからプログラマーにとってもすごく楽しいと思うし、むしろプログラマーの方が頭の中が構造的に想像するためのスキルがあるから、だから多分さっきのこのレインディアのやつでもミスターレインディアでもこういうふうに普通の人ってこうきちっと書く練習してないから最初は難しいと思うんだよね。ただそのいろんな記号だとかシンタックスのところでこんがらがらないから僕でもできるっていう気持ちみんななると思うので、その参入衝撃が減った。ただ最終的に細かくやっていくとほぼコンピュータープログラムみたいなものになるので、もっともっとたくさんの人がプログラマーになるんじゃないかなと思う。マークダウンのバージョン、これを今エディットしますと。だからここで、バージョン 2.5JI にして、
で皆さんも GitHub のアカウント持ったらこうやってフォークしてどんどんエディットして、そしてまたみんながバージョンをシェアしていくと他の人がそれを見ることができるので、オープンソースプロンプトエンジニアリングに貢献できます。で、まあ、ここはもう本当にあんまりルール変えないで結構シンプルにしただけなんだけども、もっと構造的に変えることもできます。そうね、まだファクトチェックができないのがリミットですね、うん、そう、一番大きいのは多分ね、嘘が出てくるだからここはやっぱりファクトチェッキングしないとダメだよね。はい、っていう感じで、まあ、先は想像できると思います。コメント欄で僕もちょっとここからいろいろいじってみるし、なんか新しい発見があったらまたビデオを作りますけど、皆さんのなんか意見とか使ってみても、ここを見てみたら分かると思うんですけども、あんまり弊害がないし、あれだよね、コメントの中にこのプロンプトそのものもコピペして入れられるし、あとは僕英語でやってるけども日本語でみんなもプロンプト作ることもできるので、全くこれは言語の壁もないので、まあ、これを見ていただくとやらない言い訳はもうないっていうことで、皆さんやってみてください。コメント欄でまた会いましょう。6月8日木曜日、25回目の New Context Conference NCC を行います。今回は生成 AI がフォーカスで、生成 AI を使ってどうやってオンラインのインターネットビジネスを動かすかっていう話で、世界中からいろんな人が集まりますので、ぜひ皆さんチューニンしてください。オンライン参加は無料ですけれども、レジストレーションは必要です。概要欄にリンクがありますので、そこをクリックして申し込んでください。